皆さん、こんにちは。今日の知っとくは、お金を扱う銀行はなぜ金行ではないかの疑問です。銀行という言葉は明治に入ってからできた言葉です。バンクという英語を学者たちが知恵を出し合って翻訳するのでした。しかし、お金を扱うのに金行ではなくてなぜ銀行なのでしょうか。学者たちは考えました。まず、お金を扱う店なのだから金もしくは銀を入れようということに決まり、次に中国語で店という意味の行きという漢字を使うことに決まりました。さて、金行にするか銀行にするか、学者たちは悩んだ結果、より語呂がいい銀行と翻訳することに決定しました。日本で最初に銀行が開業したのは明治6年のことでした。名称は第一国立銀行、現在のみずほ銀行にあたります。名前からして国営の銀行のように感じるかもしれませんが、実際には国立銀行条例に基づいて開業した銀行ということで付けた名称で、民間銀行でした。五円玉を磨いて開運という動画を以前アップした当初は調子良かったのですが、最近効果が薄れてきたのか全く音沙汰なくなってきました。もう一度磨き直します。終了画面にリンクを貼っておきますね。チャンネル登録も合わせてお願いいたします。